はい、どうも。榊原ゆめさんから外出怖い話リレーをいただきましたので、一本お話しさせていただきます。ゾウと申します。まあ、怖い話リレーということで、運動に関する話です。ちょっと皆様が求めるような怖い話とは違うかもしれませんが、僕はもともと運動部に学生時代入っておりまして、一応部室もありました。ある時、チームメイトが壁にガリガリ何かをやってまして、通じたって言うたんですね。見てみたら、どうも壁に穴を開けたらしくて、横のまあ物質と繋がったと。で、横の物質というのが、女子バスケ部だったんです。まあ僕も一応男の子なので、お、面白いやんと思いまして、ちょっと覗くことにしたんですね。で、こっそり覗いて、あれ、見えへんな。あ、けど一応見えたと思ったら、思いっきり向こうから覗き返されまして、心臓止まるかと思いましたね。で、いきなり僕が見て覗き返されたんで、うわ、バレたっていうので、うわ、どうしようどうしようって言ったんですけども、さすがにもうバレてるんで、もうこれじゃあない、謝りに行かなあかんなっていうので、僕一人で謝りに行ったんですけど、コンコンってノックしても誰も出てこなかったんですね。で、詳しく聞いてみたら、どうもその日、女子バスケ部、お休みやったらしくて、実は横には誰もいなかったらしいです。何かに覗き返されたお話でした。ご視聴ありがとうございました。ほなほな。盗撮。中学時代、部室に向かうと後輩たちが興奮した様子で何かを見つめている。携帯ゲームにカメラをつけており、どうやら体育の際の女子の着替えを盗撮したようだ。ほどほどにしとけよ、と僕は言った。すると後輩たちは、違うんすよ。もうちょっと見てください。と言い、動画を早送りし始めた。女子が着替えを終え、教室を後にする。その後チャイムが鳴り、誰も教室にはいなくなる。ここです。と後輩は早送りをやめた。すると誰もいない教室の扉が開いて男が入ってきて、なんと女子の制服を物色しだした。やばいっしょ。後輩の言葉に反応できなかった。部室に顧問がやってきて、はい、お体育館行けよ。と言ってきた。僕たちはバレたらやばいと思って、そのビデオを隠した。動画内の男は、僕らの顧問だった。盗撮。はい、どうも。今回の二つのお話ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾウと申します。今回、実話のつぶこわを2020で、おかげさまで特別賞の夢賞に選ばれました、お話、僕のまあ一応創作ということにしといていただけたら嬉しいです。それと、島田秀平さんから始まった外出怖い話リレー、怪談朗読 VTuber の榊原ゆめちゃんから、バトンいただきましたので、そちらも読ませていただきました。なんか、
この2本だけ聞いたらお前どんな変態な学校におってんと言われそうな気はしますけども、まあ一応創作ということで、ご容赦いただけたら嬉しいです。いやけど面白いですよね。なんかこうやって一人で勝手に怪談を読んでるだけだったのが、おかげさまでいろんな方とつながることができて、すごい、とてもありがたいなって思うと同時に、こういうことをもっといろんな方にもう還元しないといけないなっていうふうに思った、まあきっかけになりました。すごい楽しかったです。ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。